タマキュー TV 始まりました。タマキュー TV キャスターの新日本プロレス田口祐介です。よろしくお願いします。田口さん、はい、広報の森田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日も素敵です。イエーイさて森田さん、はい、今回はぶっ飛んだ商品だと聞いておりますが、はい、なんとですね、石です。石と言いますと、あの尿管に詰まるやつですかね。尿管に詰まるやつですか。コロンと出るってやつですか。じゃなくて、見てください、ほら、石だ本当に石としか言いようがないんですけど、はい、ついにそこまで来てしまいましたか、ターンキューも。ブシロードクリエイティブが放つ新機軸のカプセルトイ、タマキュー。今回は石、どっからどう見ても石。試しにお庭の写真に合成してみると、違和感があるとかないとか。ぶっ飛んだアイテムでおなじみザリガニマークスの企画、全6種類1回200円。そしてなんとですね、カプセルレスとなってます。これも筐体が街中にありました。はい、ありました。横から見ると、はい、ありました。なんと石がたくさん詰まっているという夢のような商品ですね大丈夫ですか。もう画面越しで見ると本当になんか石ですね、石結構やばいやつですよね。石を収集してるみたいな石この街中でこんな持ってるやつやばいですよ、これ持ってたら。さらに石のようなこれ小物入れになってて、はい、パカッてこれ開くと、そうなんです、そうなんです。あ、まあ、例えば好きな子へのプレゼントに、はい、はい、あ、で指輪とか、指輪、結婚指輪とか、はい、河原に行ってこう石取るふりして、これなんかこうポケットからこうさっとこうパッて、あやな結婚しよう、どうですか、絶対振られる、どうですか、ごめんなさいじゃないですか。ごめんなさいよ、これ。記憶には残りますよね。記憶には残りますね。はい、以上、石でした。以上でした。それではまた次回。バイバーイ。